お集まりいただきまして、心から御礼を申し上げる次第でございます。ありがとうございます。とさせていただきます。本日は誠に、滝沢市長さんとお会いをするということで、選挙でもないのに、これだけ日常から市長自らいろんなところに出向いて、そして市民の皆さんから直接お話を聞いて、そして具体的な政策に反映させていく、本当に素晴らしい活動ぶりに頭が下がる思いでございます。そしてもう一つ、熱量も普通であれば乏しい傾向になるのではないのかなというふうに思うところですね。こんなにも多くの皆様方がご参集をされているこの現実を見たときに、果たして滝沢さんのこの4年間の市政の歩みが本当にお一人お一人のご市民の皆様方の心根にしっかりとぶち刺さり、そして信頼の醸成を市長と市民との間で結び紡いできたんだと、こういうことを実感をするわけでございまして、いよいよ、まあ、いやすごいなと、もう一気目で言いながらですね、これだけの巻き込み力、その三条市にとどまらない、まあ県央地区の本当に若きリーダーとしてですね、これだけの力を発揮される、企画力、あるいは巻き込み力を発揮されるという方は滝沢市長を超えてないというふうに改めて感じた次第でございます。本当にさまざま私も覚えてますけれども、その石垣海峡大橋の規制同盟会もこれくらい同じくらいの方がですね来てですね、しかもよろしくお願いいたします。私も議長に就任以来もうすでに2ヶ月ほどが過ぎました。そういった中で、それからですね、ほぼ毎日市長さんと行動を共にしているんですね。そういった中で市長さん、7月はほぼ毎日みたいに上京されて陳情要望活動を行ってございます。私も、まあ、かなり要望してるんですけど、市長のその若さ、行動力、本当に素晴らしいものがあります。そういった中で、さらに今年の8月5日からは中国友好と、滝沢さんの実績は今まで私の前にご挨拶された来賓の方のお話で分かるよう、本当に素晴らしいものがあると、私も近くに寄っていろんな形で陳情もご一緒したり、いろんな会合でご一緒したりすることがございますので、これは多分皆さんも実感をされたり、新聞等でご覧になっているしているので同じことだと思っております。また4年となります。おかげさまで血圧の方はまだ大丈夫なんですけれども、最近よく言われますのが若干横に大きくなったんじゃないかなというふうに言われまして、そこまでストレートに言われる方はいないんですけれども、先日ある方から最近なんかスーツがパツパツらでっかいなというふうに言われてきているわけでございますけれども、それも噛み締めながらこの立場で毎日お仕事をしております。その素晴らしさというのが一つ目に見える形で反映できた結果として現れたのが、ふるさと納税かなというふうに思っております。私が就任した2020年学賞から発表がありました。今後三条市立大学グリーンデジタルというようなところにも力を入れていこう、その検討を始めていこうという形で文部科学省からサポート補助金の方の採択もいただいたところでございます。今三条市立大学本当にいい流れで今考えているのは先生方の働き方改革、子どもたちにとって本当に学校の先生というのはかけがえのない存在でございます。私も本当に小学校の時の先生、中学校の時の一日一日を大切にして、皆様の声をしっかりと国会議員の皆様、そして県会議員の皆様に届けて、いい三条市を作っていきたいなというふうに思っております。このように私4年間やれることはやってまいりましたけれども、まだまだ皆さんと一緒に皆さんと共にやっていきたいなというふうに思っております。今日本日のタイトルですけれども、これからも市民のためにというようなタイトルさせていただきました。4年前三条市長選挙の時、市民のためにという形でキャッチフレーズにして挑戦いたしました。
この4年間市民のためになってられるかなと、なっていたかなというふうに自分自身振り返って、やっぱりもう一度その原点に戻って、私というのは皆さんのためにあるんだ、皆さんのおかげであるんだ、その気持ちを、そのことを自分にもう一回言い聞かせる、自分にもう一回、自分でもう一回理解するために、今回はこれからも市民のためにというようなキャッチコピー、副題をつけさせていただきました。今日本当に多くの皆様に作っていきましょう。そして作れるというふうに私は思いますし、そのようなポテンシャルのある、潜在能力のある素晴らしい三条市です。皆さんと一緒に三条市もっと良くしていきましょう。お力をお貸しください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ご清聴どうもありがとうございました。親子せば4年前、夫は何の政治経験もない34歳でしたが、多くの皆様に思いを託していただき、三条市長の職をお預かりさせていただくこととなりました。ただ先ほど夫からもお話ありましたように、就任当初は感染症下の状況でございましたので、なかなか皆様と直接お会いしてお話を伺う、そういった機会があまりありませんでした。いただきたいと思っております。本当にまだまだやらなければならないことたくさんあると思います。今後とも皆様のご支援、ご鞭撻をどうぞよろしくお願いいたします。以上、私からのお礼の言葉と今後の変わらぬご支援をお願いさせていただきまして、ご挨拶させていただきます。本日は誠にありがとうございました。それを実現していくために、滝沢本人もそうですし、我々後援会としてもできる限りのことをやっていきたいとは思いますが、我々だけの力ではなく、市民の皆様、今日ここにいられる皆様、そして来られなかった皆様と一緒に頑張っていきたいという所存でおりますので、どうか引き続きお力添えいただけたらと思います。で、それを記念いたしまして、頑張ろうコールを頑張るために頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。どうもありがとうございました。